メキシコ独立革命、メキシコ独立革命、またはメキシコ独立戦争、メキシコ独立戦争、スペイン語、インディパンデアでメキシッコ、英語、メキシカンウォーオブインディペンデンスは、スペイン領植民地であった、メキシコ、ヌエバエスパーニャの独立に向けた戦争、1810年から1821年、1810年9月16日に始まった当初は、 植民支配者に対する農民反乱として始まったが、最終的には、政教分離や自由主義を掲げ独立を望むリベラル派、リーバラレスと、カトリック及び君主制の権威の尊重や身分制、集権制の保持を主張し、独立を望まなかった、保守派、カンサービダースが手を組む意外な展開となり、メキシコ独立へと至った。歴史家の中には、 メキシコの独立闘争は1650年12月、アイルランド人のカトリック教徒、ウィリアム・ランポート、ウィリアム・ランパート、別名ギジェンデ・でランパールト・ギーエンでランパート、ギジェン・ロンバルド・ギジャン・ランバードが異端新門監獄から脱走し、独立宣言文をメキシコ式中に貼って回った時が始まりであるとするものもいる。これは新世界で、 最初の独立宣言であるのみならず、民主的な選挙で選ばれた君主を置くこと、人種の平等、土地改革をすることを公約した最初の文書でもある。ランポートの望みはメキシコがスペインの支配を破り、教会と国家が完全に分離することであったが、彼は数日後に逮捕され、異端として家計に処された。フェルナンド七世の大位とフランス軍のスペイン侵攻のニュースが、 ヌエヴァ・エスパーニャに届いたのは1808年7月16日であった。ほどなくして、フランス政府と退仏抵抗政府の両方の使者がヌエヴァ・エスパーニャに訪れ、各自の政府を承認するよう要請した。この事態を受けて一部のペニンスラール支配階級であるイベリア半島を生まれのスペイン人は、副王を解任し、退役軍人のペドロデガリバイを副王にし、 1810年9月には、新たに、ハビエル・デベネガスが、副王に着任した。ちょうど同じ頃、メキシコ中央高原の現在のケルタロシ周辺では、反乱を企てるクリオーリ騎士配階級である、メキシコ生まれの土着の白人の集団がいた。その中の一つに、グアナフアト州にある、小さな町、ドロレス、ドロレス、現在のドローレス。 イダルゴドロレスイダルゴで司祭を務めていたミゲルイダルゴ、イコスティーリャ、イグルイダルゴワイコスティラが加入した。クリオーリョであった彼はドロレスの司祭として先住民、インディオや根結、メスティーソの農民や労働者たちの生活改善に力を入れる一方、インディオの言葉を覚え農民の厳しい暮らしに心を痛めていた。またグアナフアトの銀山が唯一の産業である。 この地方の経済を変えるため、産業の多様化が必要だと考えていた。彼はドロレスで司祭を務め始めた頃から、仲間のクリオーリョたちと共に、先住民とメスティーソの農民が不要なペニンスラールの地主や貴族に対して放棄するという計画を、企立てていい。またイダルゴは自宅を自由な議論の場とし、先住民、メスティーソクリオーリペニンスラールら多様な人々を、迎え入れては、 討論を行っていた。その議題は、時事問題などであったが、イダルゴは、社会問題や経済問題について、自分の意見を披露した。こうした、議論の中から、スペインの支配する植民地政府に対して、直接放棄し、ヌエヴァ・エスパーニャの社会や経済を、スペイン人の強権支配から解放するというアイデアが、生まれることとなる。この頃、スペイン本国は、 スペイン独立戦争が勃発する事態となっていた。この混乱に乗じ、植民地の解放の機運が中南米各地で高まった。また、グアナフアト州からケレタロ州にかけて広がる場ヒを、ボヘオの平原の農村に1880から90年にかけて干ばつがあって、1810から11年に基金が広がり、大農園の売り惜しみにより、 主食のトウモロコシの値段が高騰しの農民は苦しんでいた。イダルゴ自身は社会的抗議を意識し、直接農民、貧民に呼びかけて放棄の準備を進め、1810年10月1日を決起の予定日とし、武器弾薬の備蓄を始めていた。ところが放棄直前の9月13日、仲間の中から裏切り者が出て、この計画が地元政府に漏れてしまった。これヒドール、 地方長官のミゲル・ドミンゲスは、反乱者たちのアジトの捜索や、一味の逮捕を命令した。しかし彼の妻であり、実は、イダルゴたちの反乱計画の仲間であった、ホセファ・オティス・デ・ドミンゲス、ホーセフア・オルティス・デ・デミンゲスは、夫に閉じ込められた部屋から脱出し、イダルゴら仲間たちに警告を送った。彼女のおかげで逮捕から逃れることができた。 イダルゴたちは決起の計画を早めることとした。1810年9月16日の早朝、イダルゴはドロレスの教会の鐘を鳴らし回収を集め、スペイン植民地政府やペニンスラールに対する抵抗を呼びかけた。彼は我らがグアダルペの聖母万歳、悪辣な政府と植民者たちに死を、と言ってすべてのスペイン人の追放を訴え、演説をメイヒーコノス。 ビーバメキシッコ、メキシコ人よ、メキシコ万歳。という叫びで締めくくった。この有名な演説は、ドロレスの叫び、グリートでドロレスと呼ばれる。この時、イダルゴ神父は集まった、教区内の先住民に対して、福王の打倒を呼びかけ、独立を口にはしていない。この訴えを聞いた、原住民や農民はすぐ行動を起こし、当時最大の鉱山町ガナファトに向かって、 行進を始めた。途中で多くの農民やメスティソが参加し、その数は2万3000人に達した。その行進の途中にイダルゴは農民に対する人頭税の廃止、奴隷制の廃止、不当に奪われた農民の土地の返還などの要求を掲げた。イダルゴの演説を聞いた群衆は熱狂した。やがて怒れる群衆がこの地方の拠点都市であったグアナフアトに向かって行進した。 グアナフアトの鉱山夫たちも、ドロレスから来た先住民やメスティーソの農民や労働者に加わった。役人や富裕な人々など、彼らに抵抗したペニースラールは残らず虐殺、略奪された。イダルゴ率いる独立軍は、グアナフアトから一路メキシコシティを目指して進軍し、途中のサカテカス、サン、ルイスポトシ、モレリア、当時のバリアドリードといった都市を、 寒クさペニースラールを皆殺しにした。1810年10月30日、彼らは、ヌエバエスパーニャの首都メキシコシティの手前のモンテデラス、クルセス、モンテーデラス・クルーセスで、政府軍の抵抗にいい、辛くも勝利する者の,の多大な犠牲を出して、新軍の勢いが止まり、首都攻略に失敗した。いくつかの勝利を収めた後、独立軍は被害を立て直すために、北のテキサスへ向かった。 翌年、再度首都を目指し南への進撃を開始するものの、クリオーリョも含めた白人全般に対し、敵対的な独立軍は幅広い支持を得るのに失敗していた。3月、独立軍は政府軍の待ち伏せに遭い大敗し、現在のコアウイラ州のモンクローバで捕虜となった。アメリカ合衆国に逃げようとしたイダルゴは逮捕され、異端新聞書、サントフィスヨでラインカザスヨンで、 死災として審理され、異端と反逆の罪で有罪となり、死刑を宣告された。1811年7月31日、彼は、銃殺刑に処され、体は切断されて、首は、グアナフア都市街に、住民への反乱の戒めのため晒された。イダルゴは処刑されたものの、ヌエバエスパーニャ各地で反乱は相次いでいた。特に大きな反乱は、南部で、 先住民の血を引くメスティーソのカトリックの司祭であった、ホセマリア・クロモレーロス・イ・パボン、ジョゼマリア・テクロ・モーレーロス・ワイ・パボンが、イダルゴの放棄の直後に起こしたものだった。彼は1812年には、南部の広い一帯を支配し、1812年には、オアハカ、1813年には、アカプルコと主要都市を次々に陥落させた。 農民運動職の濃いイガルゴらの運動とは異なり、モレーロスの運動ははっきりとスペインからの独立と共和国建設を掲げていた。無秩序の統制されていない農民を率いたイダルゴの放棄は6ヶ月しか続かない。農民一揆そのものであったが、モレーロスの軍は訓練され、規律のある少人数の編成で遊撃戦を行った。 南部のほとんどを支配したホセ・マリア・モレーロスは1813年、チルパン新後、現在のゲレイロ州に各地の代表を集め議会を開催し独立宣言を発した。翌年主権在民、三権分立、奴隷制廃止、二分制度の廃止、私有財産の保障などの自由主義的内容のメキシコ、最初の憲法アパチンガン憲法を定めた。これに対し政府軍は、 各地で構成に転じ、1814年ナポレオン戦争の終結で、スペイン本国ではフェルナンド7世が国王に返り咲いたこともあり、反乱に対する弾圧が激しくなった。モレーロス軍は敗走し、1815年ぐれにはホセマリアモレーロスが逮捕され、同年12月22日にサンクリストバルエカテペクの村で反逆者として銃殺刑になった。 モレロス処刑後、ヌエバ・エスパーニャはスペインから指名された副王の支配下で、スペイン王を支持するペニンソラールや、保守派クリオーリョラの兵力によって安定しつつあった。1815年から1821年にかけて、スペインからの独立を求める戦闘は孤立した、ゲリラ組織によって散発的に行われる程度にまでなっていた。これらの組織の中で二人の人物が抜きんでていた。 元ホセ・マリア・モレロスの部下で、彼の後を次現在のプエブラ州地域で戦っていた、グアダルーペ・ビクトリア、グアデルーペ・ビクトリア、本名は、マヌエル・フェリックス・フェルナンデスマヌエル・フェリックス・フェルナンデス、という平凡な名前だった。後に、初代メキシコ大統領となると、現在のワハカ州地域で戦っていたビセンテ・ゲレロ、ビセンテ・ゲレロ、後に、第二代メキシコ大統領となるである。 彼らは人望が厚く、ゲリラたちや支持者たちから尊敬されていた。情勢が安定してきたと感じた福男は、1820年、武器を捨てた反乱者には残らず、恩赦を与えると布告した。10年間の内戦の疲れと至るごおよびモレロスという、独立指導者の死によって、1820年の初頭までに独立運動は行き詰まり、崩壊しつつあった。 反乱軍やゲリラ組織は、スペイン軍の手強さと、社会的に最も影響力のある、民族集団であるクリオーリョに広がった関心によって、困難な立場に置かれていた。イダルゴ軍やモレロス軍など非正規軍による過剰な暴力や、大衆迎合的な政治手法は、クリオーリョの間にあった、人種闘争や、階級闘争への恐怖を型にしてしまっていた。 クリオーリョラはより流血の少ない独立への道が見つかるまでは保守的なスペイン植民地支配をいやいやながらでも黙認することに考えを決めていた。1820年12月弱体化した反乱軍に対する最後の作戦となるはずだったビセンテ・ゲレロ軍に対する総統が開始された。副王法ン・ルイスでアポダカ、ハーンルイスでアポダカは応答派のクリオーリョである。 アグスティンデイトルビデ、アグスタインデイトゥアビディをオ,オアンハカへと派遣した。イトルビデは、モレリア、バリアドリード出身の土着白人で、独立革命の初期に、ミゲルイダルゴや、ホセマリアモレロスらの強力な独立軍を手ひどく、痛めつけて輝かしい戦果を、収む、ヌエヴァ・エスパーニャ植民地政府や、その支持者からは、熱狂的な名声を集めていた。 ヌエヴァ・エスパーニャのキリスト教会の権威からの覚えも良い。イトトルビでは、経験で、宗教的で、所有権や、社会的特権の守護に献身的に打ち込む、保守派クリオウリョの価値観の化身であった。もっとも、クリオーリョの彼は、出世や富への道を閉ざされていたことに、異不満を持っており、独立派け嫌い共感を覚えていた。イトゥルビでのオアハカ遠征の任務は、 偶然にもスペイン本国でのフェルナンド七世の独裁政治に対する軍事クーデターの成功と同時期であった。クーデターの指導者、ラファエルデル・リエゴ大佐は南アメリカの独立運動鎮圧のため国王が編成した遠征軍の指揮を任されたが反旗を翻し、リベラルな1812年憲法復活に同意するよう国王に強いてスペインに自由主義が蘇った。 スペイン立憲革命。自由主義運動の成功のニュースがメキシコに届くと、イトルビデはこれをメキシコを支配する王党派に対する脅威であるとともに、クリオーリがメキシコの支配権を握る機会で盛ると見た。イトルビデの思い通り、植民地の保守派、王党派は母国の自由主義臨時政府に対して反抗し立ち上がり、皮肉にもこれがメキシコのスペインからの独立につながった。 イットルビでは、ビセンテ・ゲレロ軍との最初の衝突の後、植民地政府への忠誠を捨て、反乱軍リーダーのゲレロと会談し、新しい独立闘争の原則について論議した。イグアラ、イーグアラの町での中流の間、1821年2月24日、イットルビでは、メキシコのスペインからの独立のための三原則、もしくは、保障、イグアラ公領を発表した。イトルビは、 彼の率いる軍隊が、イグアラ交領を受け入れたと確信した後、ゲレロに対し自分の軍隊と合流し、政治的に保守的な、新しい独立計画を実現するのを手助けして、欲しいと説得た。こうして、新しい軍隊、三つの保障軍、エイヒアジートデラストレスガランシャスが、イグアラ交領実現のためイツルビデの指揮下動き出した。この計画案は、広い基盤に基づいていたため、 王党派も愛国派も満足するものとなった。スペインからの独立という目標とカトリック教会の保護はメキシコの前党派を一体化させたのである。イットルビデはグアダルーペ・ビクトリアなど各地にいたゲリラ的反乱軍を合流して進軍し、スペイン人王党派と本国の自由主義政府とのつながりを断ち切ることに成功した。1821年8月24日に ベラクルス州コルドバで、イトゥルビデと、福王との間で、イグアラ交流を確認するコルドバ条約が結ばれ、メキシコの独立は決まった。こうして1821年9月15日、イトゥルビデは、軍を率い、メキシコシティに抵抗なく入ることに成功し、一方スペイン軍は撤退して、戦争は終わった。この後イトゥルビデの元新憲法を決める議会が開催されたが、 君主のなり手については、ヨーロッパのどこからも良い返事がなかった。フェルナンド・七世は、メキシコのスペイン植民地復帰を望んでおり、他国の王室も、スペインの立場を考え、メキシコ王になってほしいという申し出を断った。1822年7月21日、イトゥルビデ自らが皇帝、アグスティン一世を名乗って、君主となり、議会から承認され、 第一次メキシコ帝国が成立した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。